どうもクリンです。今日はですねプライドジャパンオールスターリーグのトライアウトにやってまいりました。今年からですねプライドジャパンさんが主催となって12球団でプロスタで試合をするという特別なですねリーグを作ることになりました。今 NPB 球団ってあの全国にですね12球団あると思うんですけども、その所在地と同じところにですね草野球のオールスターチームを作っていって、そのオールスター同士でプロスタで最終的に試合をするというね夢の企画をね今年からプライドジャパンが始めるんですけども、東京はですね東京 Y 球団と東京 G 球団というのができるんですけども、今回クーニンがですね東京 G 球団の監督に就任させてもらいました。で今回はですね第1回のトライアウトなんですけども、今日でだいぶ少数精鋭で2名なんか細かくねトライアウトするみたいで、今日2名のね投手をね左右で見るので、それを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、あちらにいる2人がですねこの東京 G 球団に入りたいと志願してきたお二人ですけども、見たことありますね。これは僕徳島でよく見ましたよ。はい、私は蒼天という草野球チームで野球やらせていただいてます石井と申します。よろしくお願いします。石井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうです、高校まで現役で野球をやっていて、その中でずっと、怪我だったりとかそういうのも含めてちょっとベンチ入りもできなかったところもありながら、草野球って楽しいなというところもあり、ちょっとずつこう草野球の楽しさっていうのを知っていって、年も32歳なのでちょっと自分の力試しも含めて今回応募させていただきました。でも実際でも僕も DNA ベイスターズのなんかプロテスト体験を受けさせてもらったのも30超えてますし、はい、それから YouTube 始めたのも31歳なんですよ。ああ、だからちょうど石井さんの年齢の時に僕全部始めてるんで、何にも遅くないと思いますね。石井さんの年代で上がってる選手とかにも希望を与えると思うんで、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。さあそして続いて、はい、おっと何度も見たことありますけども、森です。森さん徳島インディゴソックス時代からずっと見させてもらってました。はい、矢内と仲のいい森投手ですそうですね、はい、今回なぜこのトライアウトに応募したんですか。はい、一番はまずジャイアンツファンっていうところですね、はい、で、はい、人生の中でやっぱ好きなチームのユニフォーム着てみたいっていうのと、そうですね、あとやっぱりプロのスタジアムでできるっていうのが一番ですかね。はい、ね、インディゴ時代とかジャイアンツから調査書来てたんじゃないですか。あ、来てましたね。そうですよね、はい、呼ばれるかもしれないところもぎまで行きましたもんね。そうですね、一応、はい、一応夢にまでは出たんですけど現実とはならずという、はい、本当惜しいところまで行ったそんな森投手、はい、憧れのユニフォーム着たらさらにパワーモチベーション上がると思いますから。独立はもう引退したんですか。独立は昨年で引退して、はい、今年から軟式の方に、変わりました。はい、軟式転向でトライアウト受けてきたんですね。そうですね、はい、ちょっと一応知ってますけどセールスポイント、はい、あと持ち球、はい、お願いします。セールスポイントはやっぱ150キロ超えるまっすぐかなと思ってます。あとはそうですね、持ち球は、軟式になって、カーブとスライダー2種類にフォークになります。やっぱり軟式でもフォークボールを操っていけそうですか。軟式の方が投げやすいです、フォークは、そうなんですか。なんでですかこれは。フォーク挟むんでそこのこう抜ける心配がないっていうので、ね、はい、結構腕振れるので、僕は軟式の方がフォークが投げやすいです。じゃあ森戸さん握力はいくつですか。握力は55とかえ、それでいけるんですねそうですね、でも公式の時はやっぱちょっと苦労しましたけど、はい、握力ってよりかは指の挟む力とあとはどう持つかですかね。はい、わかりました、はい、今日はですねピッチングを中心にお二人にはお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。球速が基本的に遅いのでボールをちょっとずつ動かすような打たせて取るようなことをイメージして投げております。変化球は何をお持ちなんですか。変化球はカットボール とカーブとチェンジアップとツーシームですね、とあとはフォーシームを投げさせていただいてます。はい、カーブ、あー、いい、カーブ、カーブが90キロぐらいですか、いつも。カットボール、あー、これが見たかった、カットボール、
コース。チェンジアップ。チェンジアップはどっちに？真ん中ぐらい。アバウトに。おー、結構動くな。シンカーっぽいっすね。よいしょ。外行った時にシンカーになるんですね。ツーシーム。ツーシームはシュート。ああ、いい球。動いてます。ツーシームというかシュートぐらい動いてますね。インコースに。インコースに。ああ、いい球。今のが垂れないからすごいな。ランナーいる想定で、まっすぐ外に、まず1球。毎回来たらいいですね。じゃあカーブを。カーブもアバウト。普段はあ大丈夫ですはい、球はい、球あーいい球、ナイスボール。32。これで今何割なんですか？5割。132、5割ってことは260キロ出るな。わあ、いい球。力感がないのに130。今すぐインコース。インコース、おお。早いね、42。矢内は投球練習の初球147やから。あ、すごい。あー、いい球。スプリット。おー、いや結構ハリハリで振ると思うけどな。球速速いから、今何キロ？速いから振っちゃうと思う。いやこれ振るか。まっすぐ。そうだ。ああ、いや、ナイスボール。これはいいボール。続きまして、これでカーブ決まったらでかいんやけどな。ちょっとあま、高めいってもいいから甘めに来てほしい。はい、ああ、いいカーブ。めちゃくちゃいい。これ投げれたらもう全部いけると思うけどな。次もうこれでまっすぐ絶対打てないと思う。外まっすぐ来たら打てないこれ。あ、いい球。お、今日最速スライダー。スイーパー、スイーパーの方。じゃあ真ん中ぐらいから投げていこう。あー、いい球。これフルレベルでいいね。
じゃ振ったとして2ストライク1ボール。おおこれはよぎるで、これはよぎったよ。よぎってからの2-2、やっぱそうね。え、フォーク、え、フォークじゃなくて、おお。フルカウント。スライダー。ああ、いい球。振ったんちゃうかな、コース的には。結構いいと思うけどな。じゃあ、ファールとして、フルカウント。ああ、いい球。変化張ってて、まっすぐギリギリ逃げた感じでファール。まっすぐ。ああ、完璧。何キロ？完璧でしょ、今の。ナイスボール。スピードガンコンテスト、はい、お願いします。わーっとおー145、あと3キロぐらいですね。いい、じゃあうちにあと5キロ。いい球、おっ逃げちいな。ラスト、ラスト、はい、さあ来い。150、あー、いい球。あー、 いい球やけどな。よっしゃ。はい、ということでね、お二人に投球練習をしてもらったんですけども、まあ左の石井さんは球が非常に動いて厄介な球でした。そして森投手はやっぱり現役時代と同じく強いまっすぐ、そしてフォークボール、すごい威力ありました。どうでしたか、投げてみて。そうですね、まだもうちょっと頑張って仕上げたいなっていう、本戦がまだまだ先なんで、それまでに体とボールしっかりと仕上げたいなと思います。私はこういうセレクションとか受けるのが初めての経験で、緊張して球が抜けたりとか、こういうところはちょっとこう舞台度胸というか、そういうところをちょっとずつまた、身につけながら、ちょっと精進していきたいなと思います。はい、はい、まあ、受けた感じ、確かにもう今日はちょっとアバウトでしたけど、まあ、実際バッター立って試合になってきたらまた違うと思いますから、まあ、その時のお二人の投球テンポとかもすごく見たいと思いますし、なんせやっぱり草野球って1時間半ルールですから、80分で次のイニング行かないとかも多かったりするので、じゃあその短い時間でキュッと7イニングまとめないといけないところに、まあ、森投手だったらやっぱり独立やってたし、公式の前で来られると結構テンポ上がらなかったり、リズムが野手と合わなかったりするんで、まあ、その辺のちょっとこう修正も難しいと思うんですよ。まあ、今ピッチクロック言われてますけど、軟式めちゃめちゃ速いですからね。そうですよね。まあ、でも平均7秒ぐらいで投げてもらえればテンポはいいって言われると思うんで、やっぱそのぐらいでこうまとめて、結構独立上がりとか社会って難しいじゃないですか、結構長いんで、まあ、そのあたりもちょっとこうキュッと調整しつつ本戦に備えてもらえばというふうに思います。お二人ともどうもありがとうございました。どうでしょう。ありがとうございました。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。